西郷どん、27、金門の変、2018年7月22日、日、20時分20時45分、の放送内容。一橋義信、松田翔太、は長州を撃つ準備を進めていた。そんな時、長州の行く末に危機感を抱いた桂小五郎、玉山鉄二、が、吉之助、鈴木亮平、と接触し義信との会談を求める。番組内容、長州の過激派が兵を挙げて京に押し寄せようとする中、一橋義信、松田翔太、は長州を撃つ準備を進めていた。そんな時、長州の行く末に危機感を抱いた、桂小五郎、玉山鉄二、が、吉之助、鈴木亮平、と接触し義信との会談を求める。吉之助は桂を信用し義信に長州との戦を避けよと提案するが、義信暗殺を目論む、人斬り半次郎、と呼ばれる薩摩藩藩士の存在を耳にする。そんな時、長州藩藩士が集結する池田屋を新選組が襲撃、事態は急変する。出演者、出演、鈴木亮平、瑛太、錦戸明、高橋光臣、堀井新、町田、系譜都市、泉沢幸、大野拓、老、松田翔太、高梨、地下、藤春菜、中村小太郎、長州、力、青木隆史高、玉山鉄二、語り、西田敏行、原作、脚本、原作、林真理子、脚本、中園美穂。